この部屋何をかも許されたことじゃないから、光はまるで捨て猫みたい、この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。DJ, put it back on. こんにちは。私たちはプロジェクト2の光太郎と亜美です。私たちは今スウェーデンで勉強しています。3月の25日に東北太平洋沖地震のチャリティーコンサートを行いました。多くのスウェーデン人の協力のおかげでたくさんのお金を集めることができました。本当にご協力ありがとうございました。これからもプロジェクト2をよろしくお願いします。